ホール XPTBH 飛行中の XPTBH-2 ホール XPTBH は1934年の新型爆撃偵察機を求めた要求仕様に応じてホールアルミニウムエアクラフト社からアメリカ海軍へ提示された総発の水蒸気である。広範囲にアルミニウムを使用した革新的な構造の XPTBH は試験飛行では成功を収めたが 海軍には受け入れられなかった。量産契約は受注できず、一機のみ製作された機体が1938年のハリケーンで破壊されるまで実験機として使用された。1934年遅くにアメリカ海軍の海軍航空局は新しい偵察爆撃機と雷撃機の要求仕様を発行した。これに応じて発射合計10機種の応募があったが、 この中で太陽機の副陽機の割合は半々であった。ホール社が応募した機体が唯一の水蒸気であり、試作機1機が1934年6月30日に強化用に海軍から発注された。XPTBH-1 の名称が与えられたこの機体は、 1922年から1962年まで適用されたアメリカ海軍機の命名規則下で3種類の任務を表す符号を与えられた唯一の航空機であった。ホール社が選択した総フロートを持つ水蒸気という形式は新しい雷撃機には駆逐艦で運用される海軍標準型の魚雷を搭載すべしという海軍側の要求に従ったものであった。 指示に従って、XPTBH-1 はライト R-1820、サイクロン星型エンジンを搭載する予定であったが、ホール車の生産工場移転による設計作業の遅れにより契約履行が危うくなったことと想定される性能に疑問が出てきたために、機体は、幾分小型で2機のプラットホイット 2R-1830。 ツインワスプ星型エンジンを搭載するように再設計されることとなった。この再設計により変更された機体は XPTBH-2 という名称を与えられた。ホール車定番のアルミニウム製交換桁を使用し、胴体と主翼前縁はアルミニウムで覆われた一方で主翼のその他の部分と動翼はハフ張りであった。三0後継機関銃を搭載したホール車設計の 動力銃座を機種に備えており、1930年代の標準としては、本機の武装は充実したものであった。連装機関銃を装備した可動銃座が機体後方の背面と下面に設けられ、爆撃手が使用するように銃座の下の機種部は平面がラス張りとなっていた。本機の装備する攻撃用兵器としては、マーク十三航空魚雷火災第2000ポンドまでの爆弾があり、 これらは機内の爆弾層に収納された。層フロート式という硬着装置の形式は、これらの兵器を投下することを可能としていた。水上を滑走する XPTBH-2.1937 年1月30日に海軍に納入されたが、本機は同年の4月にホール社のブリストル工場で公式に披露された。初期の飛行試験は2月に始まり、 テストパイロットのビル・マッカボイにより実施された、この試験では、XPTBH はほとんど欠点が見つからず、唯一の顕著な問題は、フロートの表面積の影響により引き起こされた、応転力の不足であったが、この問題は、方向弾の面積を増加させるという改良により、解決された。水面上での機体の挙動特性は素晴らしいもので、あったが、試験期間中に表面化した。 唯一の不満点は、XPTBH-2 の上陸用、降着装置で、これは、最上の穏やかな波の状態以外では、非常に使いづらいものあった。XPTBH-2 は、ほとんどの設計要求仕様に合致しており、飛行試験においては、全般的に高評価であったが、最高速度と攻撃速度の点で、契約条件要求には達しなかった。 これに加えて、米海軍は、遠洋来撃機を運用要件がある航空機としては考えておらず、水上からの運用に限定された水上機という形式が否定的要素とも考えられた。三位一体任務をこなせるという本機に対して、器用貧乏という見方がされて、各種任務専用に設計された機体の方が優れていると考えられた。量産の発注が出されなかったことで、 ホール社は海軍の方針を非難した。試験プログラムの終了後に、XPTBH-2 はニューポートにある海軍魚雷ステーションでの実験任務に使用され、航空魚雷の試験に参加したが、1938年9月21日のニューイングランドハリケーンにより XPTBH-2 が破壊されると、ニューポートでのこの試験は終了した。 ホール社が設計した機体としては、XPTBH-2 が最後となったが、同社は1940年にコンソリデーテッド、エアクラフト社に買収されるまで事業を継続した。出展、w e グ1 9 9 0トリンブル2005、ボイン2001初言性能武装。ありがとうございます。